お疲れ様です。おー、はあ、疲れお疲れ、どうもお疲れ様です。こんばんは。いっさ待てや。とりあえず明日行ってこようと思います。朝に朝厳しいか。泌尿器科に行ってくるんごね。え、サクやってかまん。収支報告はね、やってね。いや、やったわ、昨日。帰り道、いいよチャンスに行ってきたんだ。爆破紙芝居。いや、なんか、対外衝撃波とかいう必殺技があるようだ。調べてたら。最近はね、すごいもんでね、なんか衝撃波とかで岩砕けるらしいわ。体の外から。なんなんそれ、おとろしいみたいな。北斗の拳かな、わかんねえ、マジどんなんするんだって感じだよな、そんなの。波動拳みたいなもんやろ。そんなん食らったら死にますやん、俺。それめっちゃ痛い。嘘つけ、医学の進歩はないんですか。腹パンするんけ。いや、わかんねえ。なんなんすって、マジでもうほんとどうしようって。これ俺が明日うちに行くかどうかの瀬戸際外交やけん。しょうもなかったらうち行く。深刻やったら家でもう、あれになる。キノコになる。失神する人もいるらしい。嘘嘘じゃん。超音波は痛い。嘘やん。なんでそうやって。もっと安心すること言ってくれ、赤木さんって。俺今、銀次みたいになっとるけど、最終巻の。実はって。俺って。病気なんだって。おい、銀次。俺が先に死んでやるから、綺麗にって。もっと言ってくれ。医師画像見た？見てない。それは恐ろしくて開けんかったとよ。ウェベターって貫通すると思ってる。いや、カエルみたいにそのまんまスイスイ泳げると思ってる、俺。気にしてもしょうがないよ。マジレスは超音波はちょっとくすぐったい感じ。お前ら何度ビビらすなや。余裕やねえか。くすぐったいぐらいだったら俺もなんとかなるよ。カテーテルやってんだぞ、こっちは。じゃあ大丈夫じゃろうよ。失神で済むかな。中には発狂する人がいるとかいないとか。やめろ。お疲れ様です。って思うじゃん。やめろって言ってんだろ。もっと安心させろ、俺を。はいはい、余裕余裕って言っとったらいいんだよ。したら心構えも違うじゃろ。さよなら。なんで。ビビってるくせに。いや、ビビっとるよ、めちゃくちゃ。いやんごね。水飲んでる？いや、なんなら氷結果汁を今一本飲んでるんだが、紛らわすためにこの絶望感を。ワンカップでシャキッとするおっさんと一緒や。やめろよ。今痛いの？いや、全然痛くない。痛くないから怖いんですよ、逆にね。逆に水飲めって。いや、そんなすぐ出るもんじゃないだろ。そも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 あんのかっていう話なんよ。まずそっからだぞ。爪の間に針金ねじ込み痛みと同じだから。カイジの血のマニキュアみたいなやつ。ちょぼぼからんって。まあいい、その苦しみを忘れるためにも逃避しよう。尋問肝炎かーんはーん。医師じゃない方が怖いんだぞ。分かっておる。そんなものはもう分かっておるんじゃ。わしも
欠席できたけど地獄。なんだよ、経験者いんじゃん。賢人いるじゃん。